どうも潜入オリです。今回の潜入先はこちら、香川県高松市にありますあるバーへ潜入してきました。今回の企画は初めての試みで、今までは包丁を作る鍛冶職人や研ぎ職人、鋭職人などの潜入をしてきたんですけど、今回はその包丁を商売として扱う飲食店ですね。現場では一体どのような包丁、どのような扱われ方をしているのか、すごく気になりますよね。では早速今回のテーマ、バーで扱う包丁とはアイスカットやデコレーションカットについて、そしてカクテルの基礎知識で、マスターのこだわりがすごすぎるお店のコンセプト、これがもう本当にすごくて、世界一長い扉とかおしゃれすぎる個室とかね、もうびっくりされること間違いなしなので、ぜひ最後までお楽しみください。で、後半では香川といえばということで、香川のグルメ情報をお届けいたします。それでは本編へどうぞ。では最初に、まあバーでその包丁を使う作業についてお聞きしたいんですけど。丸ごりつきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。こちらはまず四隅ですね。四隅を削っていくっていう、はい、ところからスタートして、はい、である程度形が整ったら今度は角の部分を落としていくっていう、ちなみに元の状態って何センチ四方のとかって分かったりしますか？元は一貫一貫って言ったら、ですね、多分25センチ、30センチぐらいかな、はい、もうちょいちっちゃいかな、だいたいそれぐらいの大きさですね、はい。それをまず正方形の形にまず落としてから、はい、で正方形の形になったらこんな感じで、あとはもうこういう、なるほど、もうこっから先はもう慣れですね、もう経験はい、でも慣れてたらもうこんな感じある程度すぐに丸くはできてくるんで、はい、大まかなこの丸が仕上がったら、今度は細かい筋の角を落としていくっていうところに移りますので、はい、ペティで、傷を鳴らすみたいな。そうですね、はい、もうツルツルの表面が、出刃でいかに丸く近づけるか、そこ大事ですよ、やっぱり、ね、グラスに合わせるってむしろ一番大事なんで、はい、でもね、本当慣れです、慣れです、うん、慣れたら本当にすぐあっという間できるようにはなるんで、もう基本的にはもう本当によくある修行ってやつです。けど本当にこういうのは体が覚えるんで、一回 やって慣れるようになったら、まあ、あとは一生ものの宝物ですね。本当ですね。いや、すごい綺麗軽く水で、溶かしながら、はい、本当にもっともっと細かいところ、いいよ、ありがとうございます、綺麗、はい、それ以外で、はい、バーで包丁使うってなったら、やっぱ、まあ、フルーツカットとか、フルーツカット、デコレーションカットっていうのももちろんありますね。はい、作りましょうか。ああ、いいんですか、ありがとうございます、お願いします、はいはい、おお、おお、早っ、一瞬で、
ありがとうございます。綺麗。デコレーションカットっていうんですね。デコレーションカットですね、これは。はい。ちなみにちょっとその柑橘系、例えば、はいはい、ライムとか落とすやつはカクテルあるじゃないですか、はいはい、あれの下処理って基本的に下処理は特別な、そうですね、はい、いろんなやり方があると思うんですけど、はい、うちの場合は香りと味をちょっと分けてまして、はい、あ、そうなんですね、はい、中身だけを絞るのと、はい、あとはこのようにフルーツっていうのは香りは周りの皮ですね、で味は実っていう感じのイメージがあって、はい、例えばこの中に落とすんだったら、はい、まあ、もちろんこういうふうに落としてで香りを加えると落とすみたいな感じっていうのはありますね。ちょっとその、まあ、香りつながりなんですけど、はいはい、よくまあ焼き魚のサンマとかでレモン絞ったりするじゃないですか、はいはい、あれって皮を下にして絞る方が正解なんですかね。よく言われます。僕は好みだと思うんですけど、はい、やっぱさっき言った通り、さっきも絞ったのは反対側だったんですよ、はい、はい、っていうのはやっぱ香りを加えたい場合はもちろん、よく言えば、はい、皮のオイル分ですね、はい、で、はい、これが触りかけるかな、ちょっとですね、おぉっていう、はい、はい、こっちあんまり出なかったね、これで、こんな感じで、はい、オレンジの香りをと、すっごい香り、だからこのオレンジの香りってもう油分なんで、その油分を油分を表面にくっつけて、はい、でさっきお前使ったらさらに香りを引き立てるっていう、そういう意味合いですね。ああ、なるほど。やっぱバーの人って所作が美しいですよね、はい、背筋を伸ばすという、あと手の動きっていうのは、はい、僕らが、僕はもう30年ぐらいバーテンダーやってるんですけど、はい、よく言われたのが、はい、ニューハーフ、そういう方の動きを真似しろっていう、はい、女性よりも女性を意識する人なんで仕草がそんなのすごい綺麗だとかっていう話もなんかありましたね、はい、なるほど。ではなんかかけましょうか。バーにおける、まあ、基礎知識のとこからちょっとお聞きしたいんですけど、はいはいはい、ビルドスとかステアとか、あとシェイクとか、はい、名前しか知らなくて、実際それがどんなものかっていうこと、何のためにそれをするかとか、そうですね、お願いします。はい、座りました、はい、まあ、すごいもう代表的な代表ですね、はい、カクテルはさ、マティーニ、マティーニ作っちゃいます。よろしくお願いします。ステアですね、はい、やり方としては意味合いとしては混ぜる、冷やす、混ぜる、冷やす、はい、こうやって氷の霜を取る作業、とグラスを冷やす作業ですね、はい、氷の霜、はい、氷の中のその霜の部分っていうのはやっぱ正直邪魔な部分なんですよ、はい、あとほんのりやっぱ冷凍庫の中に入れることによって氷の匂いもちょっとついちゃうんですよね。それを洗い落とすっていう意味合いと、そのこのミッシンググラスを実際冷やす作業っていうさ、はい、この2つの、もう3つぐらいかなの意味合いっていう、はい、一石三鳥ぐらい、はい、でこちらジンなんです。これうちマティーニ専用で自家製でブレンドしたジンですね、はい、自家製ですね、何種類かのジンをブレンドして、ちょっとそこにジーパーベリーでちょっとさらに香りを増やしてた、うん、はい、いや今使ってるのってバースプーン、バースプーンです、はい、これがまあステアという技術なんですけど、はい、本当にもう最初の頃に覚える技術の一つで、はい、まあ延々と回しますね。まず体で覚えろっていう感じで、はい、いや僕 やったことあるんですけど、はいはい、そう手その位置で固定で回し続けるってめっちゃ難しかったんですよ。いや慣れです、慣れです、もうすごっ、僕理屈が分かっても左手で回せないですから、はい、あとは体延々回そう、いや美しい、
見せ方回すのは干しのこうやって冷やしてますけど、軽く水も溶かしてるんですよ、氷を溶かして。あ、だいたい 10cc か 15cc かほど溶かして、はい、その溶けた液体もまたあのつなぎになるんですよ、はい、お酒とお酒が混じるための、はい、今の混ぜ終わりの目安っていうのは冷えたなって思ったタイミングでいいんですか？香りが出る瞬間っていうのがありまして、はい、はい、ふわっと香りが広がる瞬間っていうのが、はい、僕の中でその終わる瞬間ですね。へえ。ちなみに今の白、はい、シロップというか今これはビターズオレンジの香りです。オレンジの香り、小豆島オリーブです、うん、はい、マティーニ完成です。マティーニありがとうございます。何のジンを使うか、どういうベルモットを使うか、どういう分量で作るか、はい、ちょっとプラスアルファ何を足すかで、その店のオリジナリティというのは生まれやすい。はあ、やっぱりそのバーの顔を見るときにやっぱマティーニってはよく言えば飲まれますね。あ、そうなんですね。その店はどういうマティーニを作ってんだっていう、はい、まあステアの代表、代表ですね。これはカクテルの代表でもありますけど、はい、カクテルっていう、そもそものカクテルとはってとこなんですけど、はいはい、もうどういうのがカクテルなんですかね。何がカクテル。基本はミックスドリンクなんですけど、はいはい、やっぱりただのミックスドリンクとお酒が入ったカクテルってちょっと違う気がしますね、僕の中でも、はいはい、僕の中でやっぱお酒が入ってる、まあ、最近はノンアクルカクテルとかモクテルってすごい話題なんですけど、はいはい、お酒が入って僕の中ではあのプラスアルファになっていくものっていうまんまではなくと、もう細かくもしかしたらロックもカクテルかもしれないです。うーん、氷で冷えて、はい、味わいが変わってっていう、はい、あ、確かにまんまとはまた違うものっていう、まあ、でも基本的にはまあ混ぜ合わせるものかなと。いや本当にこの機械すごい。日本で今が7年前かな、これ買ったのが、はい、この店オープンで買ったんですけど、はい、一番最初に入ったのが多分ブルーボトルらしくて、はい、ブルーボトルコーヒーですね、はい、うちが多分3代目か4代目っていう、はい、なかなかバーではやらないなって内装がこういうレトロな雰囲気だったんで、はい、レトロな機械を置きたかったんで、はい、これは超かっこいいなって。コーヒーが使われるカクテルって僕、はい、カルーアミルクぐらいしか知らないですけど、最近やっぱり結構話題なのがエスプレッソマティーニですね、はい、エスプレッソマティーニ、はい、エスプレッソマティーニ、海外で今話題でよく海外のゲストからもよく言われます、ありますかって。ただシェイ、はい、タビのスペシャリティカルアミルクです。おー、元のカルアリキュール、まあまあカルアミルク、カルアリキュールに牛乳を加えて作るんですけど、はい、うちは大玉というか豆をひいてエスプレッソでエスプレッソを落とすと、はい、エスパシンで、でこちらが、自家製のバニララム、バニラビーツを漬け込んで作ったラムですね、はい、いやかっこいい。でこちらシンプルシロップ、甘みです、はい。その測りの器具の名前って、じゃあレジャーカップ、レジャーカップ、はい、はあ、でこちらエスプレッソ、今この3つでカルアリキュールを今作ったって形です。もともとカルアリキュールしかメキシコのお酒で、メキシコ、はい、はい、ラムをベースにバニラ、甘み、コーヒーの香り、そこで生まれるのがカルアリキュールなんですよ、はい、で中身さえ分かればもうこの場で作っちゃおうと、はい、今出来立てカルアリキュールとかの牛乳をシェイクして作るそういうカルアミルク。
草が美しい。完成です。ありがとうございます。ちなみに最後の2つは何ですかね。はい、こちら、はい、バニラビーンズ、バニラビーンズとコーヒーの豆を砕いたもの、香り付け入って、はい、僕コーヒーで一番好きな香りっていうのは、はい、豆の袋を開けた瞬間ですがガスがパッと出る、はい、その状態をこのワイングラスの本に溜めて、はい、その香りを楽しみながらそもそも液体を飲もうっていう。ありがとうございます。このグラスもやっぱ香りを楽しむため用の形ですかね。そうですそうです、そういうグラスですね。あ、さっきのステアと違ってやっぱこの大きな違いは泡を例え加えるですね。はい、シェイクの意味合いとして。あ、うまい、美味しい。こんな感じこれもう当初からカルーアにはもう力入れようと思ってたんですか。もうなんかたまたま評判が良かった。あ、いや僕の好みで、はい、エスプマシーンを入れたんですよ。はい、でエスプマシーンを入れるんだったらどうせならこれを使うカクテルを作ろうと、はい、で一番みんなが知ってるものをもう作り変えるっていうのが多くて、あ、はい、またその成分から歴史から何かを一個一個紐解いていって、はい、今の時代作ったらこうなるんじゃないかとか、はい、そういうカクテルの一つですね、こちらは。もうすごい美味しかったです。あ、はい、あります。ちなみに、まあ、シェイクの、シェイクとはっていうのに関してはシェイクとはっていうのは先ほどとのステアと同じように冷やす、混ぜるは一緒なんですけど、はい、こう振ることによって香料を動かすことによって、はい、あの液体にこれをパンとぶつけて泡を立てる、はい、だからこの状態のように液体の中に空気を入れるっていう、はい、でその空気が一つの層となってアルコールのトゲみたいな部分を覆って味をマイルドにさせ丸くさせるっていう、はい、なるほど。だからさ、ステアはキレがあるまま飲みたいと、はい、でもシェイクの場合はそれもう少しアルコールの角とかを覆って丸く飲みたいっていう、はい、その意味合いがちょっと違いが大きなところですね。振ってる、はい、終わりの目安っていうのもなんかあるんですか、このタイミングとか。中身の液体とかのアルコールの強さとか材料でもちろん変えるんですけど、はい、さっきみたいに香りはもちろんかげないんで、はい、この場合はもう自分の中のその回数というか、はい、その回数まで振ったらこんだけの泡の空気を中に液体の中に入れて、それプラスこんだけの何 cc が溶かせるっていう。あ、もう経験、はい、なるほど、ね、難しそう。振り方もやっぱ人それぞれなんですよね。ありますあります、はい、独自の一応基本はあるんですけど、はい、やっぱ人の形や癖とかいろんなものは別に基本さえちゃんとしてれば僕は全然好きなようにです。あ、そうなんですね。じゃあこのお店のスタッフでもみんなそれぞれ違った。結構バラバラな感じありますね。へー。でも基本はやっぱあります。ちゃんと基本を覚えてからアレンジです。いや、ここでお酒入ってるからね。これが 40度ぐらいあるから、はい、ウイスキー6ぐらい飲んでる感じなので、なんか全然アルコール感じないですよね。そうそう、やっぱそれがバランスが良かったらアルコール感なくなるんですよ。へ、はい、不思議だな。シェイクでいう、まあ、代表酒みたいなのあるんですか。さっきのギムレットがそうなるか。ギムレットっていうのはさっきのジンにライムと、はい、あとはシロップ、甘みですね、はい、うん。でも作りましょうか。またその扉すごいすごいおしゃれですね。かっこいいよねこれ。はい、実際物自体は大正明治の頃の、はい、まあ、多分仙台ダンスですね、東北のタンスなんですけど、はい、まあ、そのままじゃやっぱり元もこれ引き出しなんで使い勝手悪いんで、はい、中はちょっと上にして、はい、作り変えて、はい、そうなんですよ、はい、この世界観と実用性はちょっとやっぱ両立しながら、はい、あ、この、うん、
石とかもなんか多分こだわってあるんですよね。この石はね、香川県産の味石っていう石で、はい、多分世界で一番高級な見かけ石ですね。なかなかの、はい、お値段が。まあ天井が鏡って結構見るんですよ。あとやっぱり奥が鏡とか。これってなんか意味合いあるんですかね。こういった。やっぱ広く見せたいとか、まあ、広く見せるが一番でかいとは思うんだけど、はい、でもそこが一番でかいかな、イメージ広く見せる。うちの場合は、はい、このカウンターの世界観が、はい、高松城の地下にバーを作ってらっていう、そういうストーリーだったんで、はい、だから地下っぽく見せるっていう意味合いですね。ああ、なるほど。へえ。次作るのは和三盆ギムレット。和三盆ギムレット、はい、奄美は和三盆島ですね、はい、とベースのジンが、はい、もともとこちらの方がオールドゴードン、1960年代から50年代ぐらいのゴードンジンなんですけど、はい、まあ、もちろん高いんですよね、昔のやつですから、はい、それを飲んで当時のレシピを調べて自家製で作ったオールドゴードンです、はい、こちらをベースに、はい、和三盆を使うギムレット、ゴードンドライジン、これが今のゴードンジン。あ、へえ。でこれが昔のやつ。あ、結構ね、レシピボタニカルの中に入ってる成分が違ってて、はい、今のはどっしり重いイメージなんですけど、昔のゴードンジンはジンジパーベリーのハーブの香りがちょっと強い感じ、はい、気持ち綺麗があるんですよ、はい、それを何種類かブレンドして作ったこの自家製のこちらで、とお、これを使ったらね、もうすぐ値段が高くなっちゃうんで、はい、お安く、はい、美味しくと、うん、全てがパフォーマンスですよね。はあ、その、もう、ね、所作全部。そうです。やっぱもうカウンター、ここはもう見せる場所ですね。ねえ、本当に息を呑むような。いただきます。うん、ギムレット美味しいですね。美味しい。こっちでやっぱ分かりやすいよね。バランスを取って作れるんで。うん。甘み酸味アルコールっていう。はい。この3つのバランスを取るのがカクテルの基本なんで、最近はそっちでもカクテルの面白さっていうのはミクソロジーな世界観ですね。あ、今までオーセンシックな世界観から海外から入ってきた新しいタイプのカクテルの作り方、やり方、考え方っていう、今ちょうどの融合のタイミングなんですよ。あ、そうなんですね、はい、うん、それが今一番面白い時代ではありますね、はい、もちろんどっちがいいか悪いかではなく、もう新しいものが生まれてる最中。
まあ、クラシック音楽の時代に急にロックやパンクが入ってきたような、なるほど、だ多分一気に変わっていくでしょうね、これから、はい、カクトの世界は。内装行きます。ありがとうございます。お願いします。内装のコンセプト、はい、この店は旅式っていう名前なんですけど、はい、旅っていうのが僕のひいひいおじいさんが岡山の倉敷で旅屋さんをやってまして、はい、で今もちろんやってないんですけど、はい、その当時100年前大正時代にバーを作ったらどうなるかっていうそういうコンセプト、はい、でバーなんでやっぱお酒の世界なんで、はい、ちょっとストーリーを作って、はい、イギリス系アメリカ人の方が高松に来られて、はい、貿易をされてて、はい、でそこで日本が好きになって日本のいろんな文化を入れた武家屋敷を100年後僕は買い取ってバーにしましたっていうストーリーまで作った店ですね、こちら。マスターがそもそもバーをしたいって思ったきっかけはもう小さい頃からの夢だったんですか？いや、全然そんなことはなくて、はい、僕は18の時に岡山からこっちやってきて、はい、たまたま紹介いただいたところがバーで、はい、もうもちろん18歳何も知らない状態でこのバーの世界に入って、はい、で洗い物からスタートして、はい、でもショーにあったでしょうね、もう30年近くやってますから。あ、でその21歳ぐらいの時にその店の店長をやらせていただいて、はい、23歳で独立して、でこの店は4軒目ですね。あ、そう。でこのカウンターのイメージ、この世界観は、はい、高松城、今ちょっともうないんですけど高松城の地下にバーを作ったらと、はい、お城の地下ってもともとは米蔵みたいな感じの倉庫なんですよ、はい、ですごい空気も浸透して、はい、そこでお酒飲んだらかっこいいよねって思ってまして、はい、その世界観を丸々作ろうと。はい、でこういう石垣っぽい、はい、味にして作る石垣で、この椅子も常時中島っていう桜製作所っていうところが作ったもうアートのような椅子ですね。はい、いや本当に。で提灯の方がイサムノグチが作った明かりっていう作品の提灯です。はい、この3つも香川県にいた人たちなんで、はい、香川県にある本物のアート作品も置いていこうっていう、それを感じながらお酒を飲んだら楽しいよねと。いろんな日本の面白い世界観。こちらが大正時代遊郭です。はい、いや、はい、え、はい、失礼します。で次の部屋どうぞ。はい、こちらが和紙の部屋。はい、失礼します。ちょっと強風な苔庭を、はい、に作ってまして、はい、ちょっと待って、すごっ、うわ、で壁も床も全部ちょっと和紙で、はい、覆って、じゃあちょっと和を感じる部屋ですね。はい、ちょっと、はい、言葉を失います。え、こバーですよね。バーです、バーです。旅で、さっき言ったイギリス系アメリカ人っていうんで、100年前のイギリス、シャーロック・ホームズの、はい、はい、シャーロック・ホームズ、はい、世界観の部屋を作ろうっていうんで、ちょっと、ちょっと100年前のイギリスはシャーロック・ホームズだなと。うわ、ちなみに、はい、これ、うわすごい、これはちょっと薬箱の、はい、イメージですね。なるほど。うわ、ちゃんと帽子も、ね、ちゃんと、はい、すごい、いやすごい、ありがとうございます。今度アメリカの100年前、ちょうど金昭和時代、アルカポネの時代なんで、はい、ちょうど、はい、ゴッドファーザーのアルカポネの世界観。こちらも接待用ですね。こちらはこれはゴッドファーザーなんで、これちょっと100年前にはないですけどね。あ、そうなんですね。失礼します。いや、こちらは悪い大人が悪いことを企む部屋ですね。はい、本当ですね。ここは悪い、なんか密会が行われそうな、はい、葉巻を吸いながら実際、やっぱ葉巻吸われに来られる方多いです、はい。あ、そうなんですね。うちのお店の特徴としては、はい、カウンターでバーテンと会話しながら楽しむカウンターバーと、これ個室サロン、1店舗に2つの店を作ると。はあ、使い道が完全に分かれるんですよ。はい、カウンターでお酒を楽しみたい方、はい、自分たちの時間を楽しみたい方、はい、でそれもいろんなスペーションがありますんで、
うわここで一回飲みたいな。すごっ。うわ。トイレ面白いですね。はい。トイレ絶対。はい。すごいそう。トイレがはい2つありまして。はい。じゃあタイヤっていうのが千利休が作った。あの国宝の茶室ですね。狭い世界観で最も落ち着く場所はって僕が考えた結果が、はい、タイヤンかなと。おお、はい。まためっちゃいい匂い。これも時期によって変えてたりするんですか。もちろん、はい、おお。いや。あの茶に回るってことはもう横のトイレは、はい、茶室からの横は。はい、横は路地っていうのは、はい、庭ですね。うわ庭ですね。はい、庭のトイレです。いや外ですね。え外、おー外ですね。これちょっと本物の石を使って、はい、炭ですね。これしかない。はい、うちの面白いところです。いや面白すぎます。ちょっと大人な世界ね。天木なんかもこんな感じで。あ、天木は実際に購入できるんですか。もちろんもちろん、はい。またいつでも言ってください。はい。いや、嗜好品ですね。もう好きなんですか、やっぱり。映画好きですし、はい。でも実際店を作る時っていうのは、はい、世界観ごと作るってありますね。はい。ですから、まあ美味しいお酒、楽しい会話はもちろんいいんですけど、世界観を作ったらちょっと誰かに言いたくなるんですよ。はい。うちは目の前の奥様はもうすぐ大切にしますけど、はい、その人の後ろの方、はい、友達、先輩、同僚、家族の方も込みで誰かに言いたくなるような店を作りたいなと。もう、に日本一長い扉。ああ、そっか、あっこいい、開けないかんね。日本一長い、開きましょう、開きましょう、ぜひ。世界一番でかいのれんのはずです。いや、ちょっとすごっ。ちょっと待って、これ本当に。これちなみに何メートルとか。6メーターです。6メートル、はい、この店は本当に僕の妄想みたいなイメージをそれを作ってくる職人さんのおかげでできた店です。デザイナー職人さん、はい、こんなんしたいんだけどっていう時にデザイナーが大丈夫いけるから図面作ろうって作っていただいて、はい、その職人さんが作ってもらえるっていう、はい、なかなかの無茶ぶりの塊なんで。全部マスターの頭の中が具現化されたような感じ。あ、そうですね、ここは。はい、ありがとうございます。さっきやってた、さっき氷割ってた出刃がこれです。失礼します。あ、どうぞ。ありがとうございます。なるほど。こちらバー旅、はい、はい、今から19年前に作ったバーです。この戦後時代のデザインっていうのをバーに彫り込もうっていうイメージで作って、はい、お酒をずらっと並べながら、はい、でこちらも、はい、桜製作所の椅子ですね、はい、非常に座り心地が良くて長居できるんですよ、はい、おうちは長居してほしいんだ、奥様に。本当天才が作った椅子っていうのは、はい、もうなぜか長居できるっていう、疲れないっていう。でこれすごいのはこのカウンターですね、はい、このカウンターが樹齢2000年の1メーターなんで、今が多分40年半前かな、30年前かなぐらいに福島のなんか町おこしかなんかで、はい、直径3メーター50の大木を木に行ったらしいんですよ、はい、その時に残ってた木がこれで、はい、だからこの幅でこのマス目ってこういう木目で、でこの大きさっていうのは多分なかなかないだろうなと。いや、この大きさ本当にすごいですね。はい、で個室の方、はい、足元を気をつけて。すみません、ありがとうございます。いや、またおっしゃる、はい、あ、ありがとうございます。こちらちょっと、はい、この
店に関わるものとかのちょっとデザインの本とかを、はい、置いて、こちらの方がゆっくり座れるソファーですね。おお、あの奥にある焼き物って、これは備前焼き、備前焼き、はい、地元の岡山の親戚の作家さんのものをもらってきて、はい、飾ってる感じで、おー、この一番大きな部屋ですね、はい、こういうちょっと本棚の後ろに、はい、どうぞ。月、月って書いてます。はい、月の間っていう、はい、はい、月に一つ名前があって、はあ、月をイメージした、はい、これも伊沢野口の明かりシリーズですね。いやーすごい、え、すごい、え、庭にあることによってちょっと広がりが、 ありがとうございます。あ、こっちのトイレは広いです。はい、トイレ、お、失礼します。あ、これ、いいやつです。これめっちゃいいやつですよね。相当の一番、はい、いいやつなはずで、はい、このトイレ自体が、はい、あの僕にとってトイレってビップルームと同じと思ってまして、はい、本当に下手したら飲めるぐらいまでのトイレを作ろうと、でそこで必要なトイレを探してこれが見つかって、あ、これもこうかと、はい、あ、はい、すごいすごい、え、勝手にしまった、反応してくれますね、はい、はぁ、サイズっこ、ちょっとかっこいいですね、かっこいいですね。いや、そう、またジブリですよね。ジブリです、違う、音楽もジブリで一番いい落ち着くのがこれだったんですよ。だってここで住めますもんね。本当に住めますね、はい、ここに来るだけでも来る価値ありますね。あ、ありがとうございます。いや、すごい、ありがとうございます、はい、トイレ、はい、トイレがトイレじゃない、トイレ、なんか下もワインセラーですね。あ、ワインセラー、あ、すごいな。ですね、ちょっと地下を掘ってワインセラー、はい、空間に無駄なく、はい、はい、作っていこう。あれはガンダムですか。ガンダムですね、はい、ガンダムは趣味です、好きなんですか。お守りです、はい。僕もガンダムは好きです。もう世代的にこれはもう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと聞いておきたかったことが、はい、まあ、ああいった個室とか、はい、まあ、それこそこの旅さんに来るお客様の層というか、どういったお客様が来られたりしますか。非常に幅広いですね、はい、大学生の方がちょっと頑張って軽く緊張しながら来られることから、そのおじいちゃんのぐらいの年配の方が横に座る可能性もありますし、はい、でまあ、ほとんどサラリーマンの方からカップの方、女性方、もう本当に幅広いです。そうなんですね。だからうちは基本的に奥様のは選んでなくて、シチュエーションを選んでるんですよ、はい、こういう時にはこの店が一番使い勝手いいよねっていう、 うん、一番使い勝手のいい店を作ろうっていう感じのコンセプト。ああ、ありがとうございました。とんでもないです。もうすごい貴重なお時間を。いいえ、とんでもない、とんでもない。ありがとうございます。味噌の44でですね、はい、チーズ用がこれグローバルの、13センチとかですか。おー、あと同じ、使いすぎて、減りすぎたらめっちゃ細くなってる。これだってもともともっと、あ、これより上なんで、多分こんな感じだったと思う。ですよね。しかもめっちゃちゃんとちゃんと肉抜きしながら研いでますね。そうですね。素晴らしい。ポイントは、はい、ここがちょっと霞っぽくなって、ここが切り葉で綺麗になってて、いや、しのぎっぽいところが変態ポイント。変態、変態です。変態です。いや、でも基本と綺麗に溶けてる。これはあのポルシェの、あ、本当紹介してたやつの、はい、8000万ぐらいで仕上げて、はい、あんまり飛びすぎても結構硬いもの、レーズンパンとか、あとはハムのブロックの外側の油とか、はい、入れるときに、入れるときに力いるものを切ってるんで、あんまり雑に扱ってもいいような感じにしてます。なるほど。そうですね、これ元々が結構厚めですもんね。しっかりしてるんです。力入れれるように、
はい。これが。おブレッドナイフ。アイシーっていうのを使う人もいるか。パイナップルとか。はい。適度でも、先にズタボロになるんで。これで皮のペットとしときとか、ね。使う。雲竜って言うんですけど、はい、でも竜泉さんは関係ない雲竜です、はい、下村工業さんっていう新潟の三条サウスダマスカスの人材が武器15で、はい、これは先般まで行ってます。いや、なかなかその仕上げまで当ててる場合ないっすよ。これはもう僕の趣味なんです。そうですよね。鴨肉とかも、はい、切る時もちゃんと仕上げ1万2000とか天然まで出てたら、はい、ベティでも人たちで切れるんで、はい、おすすめです。ちなみにバーのその仕込みにする、はい、切り物ってなんか例えばどんな仕込みで言うと、はい、うちだとフルーツグレープフルーツとオレンジとパイナップルのジュースをジューサーで絞るのを皮を落として、はい、パイナップルただしにのけてっていうのが毎日の仕込み、はい、あとそのカクテルに落とす用の、はい、レモンとかライムとか、はい、オレンジとかグレープフルーツとかを白いとこ乗っけて、はい、串とかにしたりとか、うちはキッチンでまたメニューに沿ったような仕込みがあるので、うん、日によって本当使うので言ったら例えばサーモンとかは柵、はい、を20切れぐらい燻製のサーモンっていうのがあるので、はい、をまとめてスライサーで、それも尺のスライサーあるんですけど、はい、僕は自分の包丁使いたいんで九千の柳葉を白煮と青煮で切り比べながら楽しんでます、はい、なるほど。せっかくなんでこっちで見せておきますか。あ、はい、ありがとうございます。もう中川さんの一文字についての、はい、白煮です。誰です、あるんですか、出しましょう。おー、かっこよ。もうサーベルみたいな感じで、それも研いでるんですか。これは多分8000ぐらいまでいってますね。てか研いでるんですね。多分モリブデなんですけど、しなるんで。めっちゃしなる。はい。すごく研ぎづらいのと、しなるから切りやすいとかって意味だと思うんですけど、僕はしなるから切りにくいです。見た目はすごいかっこいいですけど、関丸っぽくて。ね、かっこいいですね。あとは、これが、はい。奈良の丹後の近く。はい、一番初めて買ったペティです。一番最初に買ったお仕事用で使う包丁を、はい、選んだ理由っていうのは、はい、五花弁あるじゃないですか、はい、日本刀の作ってたところだと包丁も間違いないと思って最初全然知らない時に調べて、奈良って大和伝じゃないですか、はい、大和伝一番かっこいいね、うん、奈良って歴史ってあると思って調べて、この三条宗近っていうのが昔のその刀匠の名前で小狐丸っていう国宝になってる日本刀を言ってた人みたいなので、はい、それにあやかってこの三条宗近っていうこういうメーカーの名前でやってるらしいんですけど、で全然関係ないんですけど裏に小狐って目彫ってもらって、はい、あやかってます。ちょっと見ていいですか。はい、ありがとうございます。小狐綺麗てか本当綺麗に研いでますね。これは1万2000まで上げた後に馬路山の青瀬戸で、はい、おぉ、かっこいい。ちなみにこれ材質は、これが VG10 です。あと、はい、これ多分箱から行った方がいいんですかね。そうですね。これは、はい、大阪の新世界の。新世界の。タワーナイフスで。タワーナイフスさん。買いました。というか、ビヨンさんですかね。そうですね。ライチョウのレーンです。はい。ライチョウのレーンは、箱から、これいや、箱渋。これ美濃和紙、関の。はい。和紙で作って、はい、へぇ、はい、いや、かっこよ。箱、ライチョウの蓮の意味がこの左側に、本当に命をいただいて、感謝をいただいて、はい。で、それで、美味しい料理、美しい料理をいただく義務があって、よろしくして、そういう思いで作る人は、もう、ハスの花のような清い心が、花が咲くだろうっていうので、ライチョウの蓮っていう。はい、素敵です。素敵ですね。はい、小林さん、小林弘樹さん。いや、箱おしゃれですね、本当に。これなんか魔除けの鈴を小林さんが神社で買ってきて箱を包めるらしいです、はいはい、ライチョウの蓮の 150mm の R 鈴です。
うーん、細いっすね。使いやすそう。下が積層強化木で、はい、間に挟んである白いのがマイカルターなんです。失礼します、いいですか、はい。めちゃめちゃ薄いんで、すごい動きが良くて、透けて、母材も硬いんで、綺麗です。いや、薄いっすもん。研いでてどうでした？硬かったんですか、やっぱ。自分が初めて触ったのが、V10 だったんですけど、はい、正直あんまり変わんないですね。あ、なるほど、なるほど。硬いって言われてるんですけど、そんな、一緒の感覚で研いで一緒に研いでるので、はい、より硬さを、あるのを求めて、沼をさまよってます。さまよってください。はい。天然砥石使ってみて、その腎臓と、なんか違いとかって、結構はっきり分かります？1万2000番までで上げてた時と、はい、その天然砥石の仕上げ砥石、仕上げ用の合わせ度とか使った時は、はい、まあ、2段階、3段階上の切れ味が異次元ですね。おお。なんか、腎臓では絶対得られない切れ味が手に入ります。なるほど。なのでみんな買って研いだ方がいいです。いや、やっぱそれはね、実感しちゃうと戻れないですよね。戻れないですね、はい、ありがとうございます。これは、うち刃物が堺で、はい、ちょっとどこかわからなくて、中川さんのではなかったです。ブランドが、かっぱ橋のつばやで、銀さん。失礼します。なぜバーには似合わない包丁の種類ですよね。着物を頑張ったら使わないこともないかもしれないぐらいです、ね、はい、使わないんですけど、僕は僕とエリさんが出会うきっかけになった、はい、カツラ向きの動画を見て、カツラ向き始めたいんですけど、どんな包丁が買ったらいいですかって言って、エリさんがこれを買いなさいってコメントしてくれたのを、エリさんとの出会いのきっかけの包丁です。そうですね、ありがとうございます。これはもう完全趣味用で、家で大根のもしゃもしゃを作るときに使ってます。せっかくなんで持ってきました。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまで動画見ていただきありがとうございます。いや、今回の内容個人的にめちゃくちゃ面白かったんですけど、ちょっとね、この飲食店への潜入企画というのは思ったよりも僕自身がね、すっごい楽しかったので、これからも続けようと思います。では今からこの香川県、香川といえばということでグルメ情報をお伝えしていきます。ではまずこちら、香川県といえばもううどんですよね。うどんですよ。こちら手打ちうどん上田という場所に行ってきました。こちらは高松駅から徒歩10分の場所にあるんですけど、僕がなぜここに行きたいと思ったか、それはこれですよ。これもう皆さん見てください。僕ね、人生でね、こんな中途半端な時間にオープンするお店見たことないんですよ。もうなんで9時38分なのか、もうこれが気になって気になって、もう行くしかないと思って行ったんですよ。もう一番乗り、もうオープン直後に行ってやりましたよ、もうね。なのでね、お客さんも誰もいません。でこちら天ぷらですね。ちくわ、キス、ゲソとかね、レンコンとかかぼちゃとかイカとかハムエッグとかインゲンとかね、いろいろあるんですけど、どれも非常に美味しそうでした。もう朝からね、品揃えが良くて、でこちらメニューですね、肉うどんがすごくおすすめらしくて、それはね、もう肉うどんを食べなきゃと思ってね、その肉が入ってる温玉肉ぶっかけというのを頼みました。温玉肉ぶっかけの小をですね、小を頼みました。はい、でこんな感じで天かすのセルフサービスもありました。あ、そう、僕はアナゴの天ぷらをね、いただきました。なんかすごく美味しそうに見えたので、アナゴの天ぷらをいただきました。はい、ではこちら温玉肉ぶっかけの小ですね。はい、非常に美味しそうですね。ではいただきます。まずもう結論を言います。本当に美味しかった、本当に美味しかったです。何が美味しいかって、やっぱお出汁ですね。お出汁がちょっと関西風ですね。関東みたいな醤油ベースではなくて、すごく優しい味ですね。カツオと昆布の旨味、そして特徴的なのがいりこ出汁ですね。いりこで出汁を取ってるうどん屋さんが多いみたいです。ではここでなぜ開店時間が9時38分なのか、それをお店の人に聞いてみたら、本来は9時30分だったみたいなんですね。なんですけど9時30分としていると、そのちょっと早めの9時20分とかにお客さんが来るらしいんですよ。でもうやってますかって聞かれることが多かったから、もうあらかじめちょっと遅めの開店時間にしたらしいです。それが9時38分。でもこの38分ってすごい中途半端ですよね。これはお客さんに興味を持ってもらうためだったみたいですね。この38分に疑問を抱いて来られるお客様をね、想定したらしいです。はい、僕はまんまとその餌に引っかかりました。もう釣られましたね。気持ちいいくらいに釣られちゃいましたね。はい、では1軒目のうどん、ごちそうさまでした。
ました。ありがとうございました。美味しかったです。では次ですね、こちら2軒目のおうどん屋さん、こだわり麺屋という場所に行ってきました。こちらメニューですね、カレーうどんとか肉うどんとか釜揚げうどんとかざるうどんとかいろいろあるんですけど、今回僕が注文したのはこのしっぽくうどんというものです。しっぽくうどん、皆さんご存知でしょうか。しっぽくうどんというのは香川県さぬき市の郷土料理で、寒い時期にしか出てこないとっておきのメニューです。どんな料理かというと、煮干しの出汁に大根、里芋、金時人参やごぼう、油揚げ、鶏肉や椎茸などを入れてそれを煮るんですね。で醤油、塩、みりんで味付けしたものとうどんをね一緒に食べるものがしっぽくうどんというものです。ありがとうございます。はい、こちらがしっぽくうどんというものですね。こちらのメニューでは人参、里芋、大根、こんにゃく、ごぼう、そして鶏肉ですねが具材として入っておりました。そしてこちらですね、薬味関係ですね、薬味のセルフサービスです。僕は青ネギ少々ですね、で大根おろし、おろし生姜といただきました。そしてあと鶏天ですね、鶏天もすごく美味しかったです。ではごちそうさまということで、こちらねお店出る時なんですけど、もうね行列だったんですよ。もうお店出る頃にはこれ12時過ぎなんですけど、もう香川県民ってもう本当にうどんが大好きらしいんですね。うどん屋さんの数にもびっくりしましたね。はい、では次こちらカヌレ屋さんですね。え、カヌレって思った方いると思うんですけど、カヌレを紹介したいわけではなく、このカヌレで使われてる材料、こちらね和三盆が使われてるんですよ。和三盆、香川県って和三盆が有名なの知ってました？そう、和三盆が有名なんですよ。でその和三盆を使ったお菓子ですねのカヌレです。カヌレね最近流行ってますよね。僕ね焼き菓子の中で一番好きなのはカヌレなんですよ。でこのカヌレ非常にやっぱりその和三盆独特の風味がしました。これねちょっとね小ぶりのカヌレでしたね。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。では次こちら骨付き鶏ですね。骨付き鶏もねなんか有名らしいんですよ。その香川県高松のその商店街があるんですけど、そこ歩いてたらもう骨付き鶏、骨付き鶏、骨付き鶏ってねもう至る所に書いてあるんですよ。そのこれですね、こちらさぬきオリーブコーチンって書いてあるんですけど、オリーブも有名なんですよ。オリーブ、そのオリーブを餌で食べてる鶏だったり豚だったり牛だったりね、そういったオリーブ牛とかっていうのも有名ですよね。はい、では次ここからちょっとバーのメニュー間に挟みます。はい、こちらもうスモーキー、スモーキー、もうナッツの燻製ですね。もう非常に映える、もう超かっこいいんすよ。もうパフォーマンスがもう。では次こちらのカクテルですね。これ猫耳仕様、はい、これかわいい。こちらね、これ何ですか。これ塩の泡ですね。塩の泡、これがうちのレモンサワーです。へー、レモンサワーなんですか。はい、ということで猫の泡がもう可愛すぎましたね。では次こちら煙がもくもくしてるんですけど、こちらのお店はバー旅のご近所にありますバー&フレアレコメンドという場所に行ってきました。このフレアですね、フレアというのはボトルやシェーカー、グラスなどを用いた曲芸的なパフォーマンスでカクテルを作るスタイルをフレアと言います。そのフレアが見れるということでこちらに行ってきました。中にバラの煙を閉じ込めているので、開けるとバラの香りがするという演出です。バラの煙なんですね。はい、花びらが食用のバラです。へぇ、花びらが愛知の豊橋産です。ベルローズっていう季節なんです。開けさせていただいてみましょうか。お願いします。待って、タイミングやばかった。ちょっと待って、びっくりした。え、操ってました BGM。 大会の種類、いくつか大会があるんですか。そうですね、大会自体がめちゃくちゃあるんですよ。バーテンダーの協会って今4つあるんですけど、日本の、はい、その協会の公式戦っていうのは大体年に、公式戦っていうか多分大きい公式戦は大体年に1回なんですけど、はい、例えばサントリーさんの大会とかメーカー主催の大会とかもあるので、そういうのとか非公式で例えば僕みたいに地方の人間が集めて大会やりますとかって、で審査員にはそのバーテンダー協会の依頼さんに行ってやってもらってみたいな非公式の大会とかもあるので、はい、でもそういうの言い出したらめちゃくちゃあります。へー、大きい公式戦は基本その一団体一つかなという感じ。そうなんですね。うわ、かっこいいな。
待って、すごいぞ。右だけならいけるんですけど、左がちょっとキャッチできないっていう。全部つけてます。ガチネギっすか。ウォッカに全部漬け込んでます。1週間ぐらい。その後抜いて、液体だけまた耳に入れてして。カツオ節。カツオ節。まあ、見た目は。グラスの縁につけてるのが、あの香川の亀菱屋っていうあの醤油屋さんがあるんですけど、そこのフリーズドライにした醤油です。はい、今最初そのまま召し上がっていただいて、まあ、あのお好みで七味か一味、あの香川の鬼びっくり、ちょっと待って、ガチうどんじゃないですか。これをちょっとかけて、あの香川のこのいりこをマドラー代わりにこう混ぜると、もう味変でより美味しくなる。うどんが完成する。ガチいりこじゃないですか。生々しい。マドラーです。いりこで混ぜるといりこの風味が入って、また味変になる。へえ。ではこちらのうどんのカクテル、もうね、すごくうどんを感じました。やっぱり好みは分かれるみたいですね。僕は好きでした。まあ説明されて飲むと美味しかったですね。説明されなかったらちょっと何これってなるかもしれないですね。はい、はい、ということでレコメンドさんありがとうございました。では次、こちら麺屋一茶というラーメン屋さんですね。もう締めのラーメンです。もう深夜12時頃に行きましたね。こちらはその森田さんの行きつけのラーメン屋ということで行ってきたんですけど、なんか森田さんがもうベロベロに酔っ払った時、なぜか行きつく場所がこのラーメン屋みたいで、なんでこの店に入ってるかいつも記憶がないそうですね。はい、という店だったんですけど、非常に美味しいラーメンでした。ありがとうございました。はい、では最後です。こちらさぬきのオイリ、幸せのお菓子ということで、こちらですね、オイリですよ。オイリ、これが僕の名前の由来になったものですね。僕が SNS を始めるときに名前何にしようかなって思ってるときに、目の前にあったのがこのオイリなんですよ。まあこの名前の由来知らなかった人も多いと思うんですけど、僕の名前の由来はこれですね。では最後の最後にですね、そのバー旅のメニューですね、こちらメニュー表となってます。そのメニューをペラペラねめくりながら終わろうと思うんですけど、ぜひ興味あるものありましたら行ってみてはいかがでしょうか。でですね、今回の潜入企画のように、もし飲食関係でお仕事されてる方いましたら、ぜひ僕を呼んでいただけたら嬉しく思います。やっぱりこの現場での声ってすごく大切だと思ってて、その包丁を作る職人が、使う人はこれが使いやすいだろうと思って作ってねくれてると思うんですけど、もしかしたらそれが違う可能性もあるじゃないですか。それにその使い手ですね、使う人も本当はもっとこういう形がいいのに、こういう使い勝手のものを求めてるんだっていうね声もあるかもしれないじゃないですか。だからそういったご意見を届けるって意味でもすごく大事なことだと思っております。まあ何よりね、僕がすごく興味あるしすごく楽しかったので、ぜひ僕のね撮影スタイルでよければお邪魔させていただきたいなと思います。まあもちろん僕その包丁に特化したコンテンツなので、その愛用されてる包丁の紹介だったり、使い方、どんな時にどういう使い方をするのか、で今回の動画のようにその内装のこだわりだったり、メニューのこだわり、食材へのこだわり、どんなサービスをしてるのかっていうこともね、いろいろお聞きできたらなと思っております。特に面白そうだなって思ってるのが専門店ですね。その専門店っていうのは、例えばお蕎麦屋さん、そして天ぷら屋さん、焼き鳥屋さんとか、お寿司屋さん、和菓子屋さん、洋菓子屋さんとか、フランス料理、イタリア料理、中国料理とか、まあそういった専門性のあるレストランですね。っていうのはもう全部興味あります。実際に現場ではどんな包丁、どんな切り方、どんな作業をしてるのか、すっごく興味ある人多いと思うので、ぜひね行きたいなと、すごく撮影にしに行きたいなと思っております。あとこれも行きたいのが、調理師学校のその撮影もしたいんですよね。やっぱりね、調理師学校でどんな勉強をしてるのか、どんな雰囲気なのか気になる人すごく多いと思うんですよ。高校生はもちろん調理師学校にね行きたいって思ってる方も多いと思うので、どんな先生がいて、どんな学生がいて、どんなことを学んでるのか、ぜひねそういった撮影っていうのもしたいなと思ってるので、あのそういう関係の方もし見てくれてましたら、ぜひねお声掛けいただけると嬉しく思います。はい、ということで動画終わります。もう美味しそうなメニューばかりでしたね。もうメニューもめっちゃおしゃれなんですよ。はい、では終わります。もしこの動画が少しでもいいなって思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。マスター、そして森田さん、本当にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。